続いては情報通信奈良田ちゃんぽんのコーナーです。お待たせしました。先月日本武道館で行われたアジアのスターレイン B さんのファンミーティングの模様をダイジェストでお届けします。どうぞ。雨の代名詞レイン B、 およそ1年ぶりの日本ファンミーティングがいよいよ始まろうとしています。はい、さよならの代わりに。はい、わかりました。先日はアメリカの雑誌タイムで世界で最も影響力のある100人に選ばれたワールドスターの来日に多くの報道陣が殺到、高い関心を集めました。大好きです。ああもうカリスマ、オーラ、花があるんで、すごく背中に悲しさもあるしで、言葉では言えませんね。あの大阪から孫と二人で来ました。はい、ニーハオ、カイチサラエオレイレイティセスです。그리고많은분들이찾아주셔서너무나감사한것같아요그리고팬미팅이지만굉장히좋은뜻을담고있어요그래서많이와서좋은볼거리를보셨으면좋겠어요유카유카메라안보는안보는はい、大丈夫です。頑張って頑張って。いごなにじゃあな。新曲フリーウェイは先月7日にリリースされたばかり、待望の日本セカンドシングルです。2人だけのトライ流れる日々
改めてご紹介いたします。今やもうアジアのスーパースターです、レインです。皆さんお久しぶりですねあ、本当に嬉しいです、来てくれてありがとうございました。日本語がもう日本に来るたびに上手になっていくような気がするんですけど、少しパネルを使った質問コーナーでは、指令には絶対というミッションカードも用意され、会場を沸かせます。じゃじゃん、超イケてる顔か、超皆さん、これ永久保存版です。3、2、1。顔真っ赤です。ごめんなさい。そして気になる恋愛論、お聞きください。글쎄요, 제가 진짜 마음에 들면 끝까지 기다리겠지만 좀 나쁘게 저를 버리고 가면 다른 사람을 찾아야겠죠? 야기모치야기なんですかね? 나를 버리면 안 돼요. 근데 意外とこう야기모치야기の人に限って放任主義の人って多いじゃないですか。아저는웬만하면좋으면좋은표현을다하고그런편이에요그래서사랑은그런것같아요주면줄수록또도망가고안주면또가까이다가고그래서힘든것같아요요예 駆け引きをご存知で指令にファンも大興奮、即興のカリスマダンス。実は今回のファンミーティング、レインさんの誕生日が近いということで、さまざまなプレゼントが密かに用意されていました。ありがとうございます。その一つがこちら、ファンから寄せられたビデオレターです。これにはさすがに参った様子、照れながらもとっても嬉しそうなレインさんでした。いよいよ後半戦、会場を興奮の渦に巻き込みます。何もためらうことなんかないよ。
最高のパフォーマンスにアリーナは一時騒然。武道館いっぱいに響き渡るチョンジフンコール。アンコールはもちろんこの曲さよならの代わりに、ファンも一緒に熱唱し会場が一つになります。レインです。あ、お元気ですか？ね、あ、おかげさまでお元気です。あ、여러분들잘지내고계신지모르겠네요。네、늘건강하시고그리고행복하시길바랍니다。그리고레인의두번째싱글많이사랑해주시길바랍니다。감사합니다。8000人を沸かせた日本ファンミーティング。来月には日本サードシングルとニューアルバムが、そして年末には初主演映画の公開をはじめ、アジア11カ国を回る大型ツアーがスタート。世界進出のプレビューとなるか、トップスターレインからますます目が離せません。